夢は高い木の実。Oh yeah。ドルドルドドルドルドドルドルド。僕らのユリイカ。ワルキー、ワルキー。なめくじハート、なんでやねんアイドル、青春のラップタイム、ジャングルジム、何がいいかな、サングラスと打ち明け話。サングラス歌いたいな。だが冷たいなんて予想外の出来事、お前が、らしくないわ。でもみんなシングルの曲がいい。そうですよね。らしくらしくないね。歌えるかな、わかんない。何歌えるなら NMB さんの曲、そんな詳しくないんですよね。天神姫、君と出会って僕は変わった、生徒手帳その写真、気に入ってない法則、届かなそうで届くもの歌っていいですか。北川賢治ってどういう歌だっけ最初。ああ。青春のラップタイム。届かなそうで届くもの歌っていいですか。それかサングラスと打ち明けます。ドリアン少年、ドリアン少年、ワルキー歌うか、ワルキー、どうしよう、ワルキー歌えるかな、歌いたい曲、はい、届かなそうで届くもん、でもこれで歌えなかったらめっちゃ叩かれちゃう。そうで届くもん、ドゥ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 、部活は辛いよ、練習きついし、どうしてこの部を選んでしまったのか、遊びに行きたい、おしゃれもしたいし、すべてを犠牲に何を目指してる、誰も知らないあの場所、秘密の木がある、高い枝に以上。これは AKB48 ショーさんで、この曲と
青春のラップタイムを NMB さんが2曲連続で披露してた時があってに知ったんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ、振りも曲も。多分ポテトショーだったと思います。でそれで覚えた曲、知った曲です。 SK 歌おう。スタンドバイユー、バナナ革命バンザイビーナス、パレオはエメラルド、パレオ、踊らないパレオは新鮮だ。未来とは1秒後が、なんか未来とは、はなんか7期生さん思い出す、無意識歌うの大変そうな歌選んじゃった、無意識な色。
僕たちの無意識は一体何、いろんな愛しさはいつでもゆっくり近づく、さりげなく寄り添い混ざり合ってくように、愛は二人だけの特別な色さ、君も僕も今見えてる愛の色はどんな色か、意識し始めた I love you。 はあ、というわけでランキングを発表しまーす。38位、まさなさん、ありがとうございます。13位、三国志なら関羽が好きですさん、ありがとうございます。12位、ハライロクローバー Z さん、ありがとうございます。11位、マストさん、ありがとうございます。10位、落ちてんさん、ありがとうございます。9位、忘れっぽいもちさん、ありがとうございます。8位、ハメさん、ありがとうございます。7位、ミリオンさん、ありがとうございます。6位、トシさん、ありがとうございます。5位、夢でクムエソキスミーさん、ありがとうございます。4位、リナさん、ありがとうございます。3位、銀河の踏切717さん、ありがとうございます。2位、チーズさん、ありがとうございます。1位、アキラさん、ありがとうございます。あ、待って、レモンやってない。え、待って、最後にレモン歌おうかな。まさかのレモン歌い忘れ案件、忘れてた、レモン。え、レモンがメインだったのに。レモン歌います。ちょっと最後に、最後の一曲。でもこれで失敗したら笑えない。ちょっと一回だけ、ちょっと待って一回だけ、ちょっとタイミング、セリフのタイミング確認しとこう。怖い。なんかさ、ファンの頃を聞いてた時はなんか別にそのセリフのタイミングとかさ関係なかったから、なんかプレッシャーなくやってた、多分歌ってたから歌えたんだろうなって思う。セリフ言えたんだろうなって思う。でもさ、なんかさ、わかる？この感じさ。なんでさ、本気ってさ、こんななんかさ、字余りしそうなノリでさ、最初さ、なんかずっと好きでしたって言い始めてさ、そっから字がなんか開くじゃないですか。なんかずっと好きでしたみたいな、結構開くじゃないですか。なのになんで私がやったら間に合わないの？これ本当に間に合わなかったら伝説すぎるね。本家めちゃくちゃなんか長いじゃないですか。好きでした、でもみたいな。なんでなんで、無理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 。いきます。早いっていうのが一番怖いな。教室の窓辺は日差しの砂時計、あなたを待っている時間が影になる。
れて切なく眺めてた。青いレモン一つ手のひらで包んであげたいの。そう、私のすべて。青いレモン相当若すぎる果実はもどかしいこの年頃。セリフまでが長すぎてちょっとやばい、わかんなくなっちゃう。やばいね。寂しげなチャイムがボールを止めたとき、あったかい街を見たようで、ん？ときめきの鼓動に気づかれたくなくて、窓辺から離れた夕日の恋はレモンみたい、まっすぐに行けない、遠回りほらいびつな形。恋はレモンみたい、甘すぎない香りは不器用なこの年頃。ずっと好きでした、でも言えませんでした。教室の窓から見てました。グラウンドを走るあなたを目で追っていました。時々あなたがこっちを見るようで、その度に私はカーテンに隠れてました。練習に疲れたあなたにいつかあげようと思って、私の手のひらの中にはいつもまだ青いレモンがありました。青いレモン一つ手のひらで包んであげたいの。私のすべて。青いレモン相当若すぎる果実はもどかしいこの年頃。言えた、これは言えた。あ、めちゃくちゃ汗かいた、手汗、変な汗かいた。あ、怖かった。もうこれで次はちゃんと歌詞を歌う、次はちゃんとセリフがもう言えたから、これでもうこれで私は次は歌をちゃんと歌えばもうこれで大丈夫だから。はぁ、怖かった。歌が下手だった、その代わり歌が分かんなくなっちゃった。はぁ、怖い。はい、というわけで皆さん本日は6199人。いやすごい、なんかねよく考えたらね、セリフのねタイミングにね多分ね消えるんだよ文字が。いやー嬉しかった。でもちゃんと次は歌が歌えなかったからちゃんと歌う、歌う。はあ、というわけで皆様本日は配信を見てくださって本当にありがとうございました。次はまあ歌うやる、いつかまたカラオケやるかわかんないんですけど、第3回レモンの年頃セリフ言えるかな選手権があった場合には絶対に成功させてみせるので、完璧に。いつかフレッシュレモンさんになれるように頑張ります。6255人の方、配信を見てくださってありがとうございました。6255人の方がログインボーナス50枚を川島に入れてくださったら、多分中間発表に入れるので
入れてください。よろしくお願いします。中間発表は3月8日です。写真保有よろしくお願いします。あー怖かったそうですね、明日ですね、よろしくお願いします。はい、それでは皆さん見てくださってありがとうございました。研究生の川島美晴でした。バイバイ、おやすみ。